時刻は19時になりました。シップスメンズ PR のガモです。シップスメンズ PR の松尾です。お願いします。お願いいたします。声が終わってます。声が終わってます。喉ガッサガサでございますけども、まあ、そんなことは置いといてね。置いといてください。バッと。見てください。はい。プレスルームです。ワオ。プレスルームですし、ね、この、まあ、サンプルの量ですね。うん、と言いますのもね、今、内覧会をちょうど開催中でございまして、まあ、内覧会、まあ、どういったものかみたいなところは、今回、あえて省略させていただきまして、うん、まあ、ちょっとこう、まあ、2020年秋冬の、まあ、サンプル、商材を、まあ、いろいろお披露目しているっていうタイミングで、関係者様に今回ちょっと、はい、はい、出張と言いますか。出張ラジオ。はい。いいね、なんか特別感あって、特別編で、いいんじゃないですか。もう毎回これでいいけどな。確かにね、まあ、毎回この量ない。どんどん減っていく感じも出てきちゃうかもしれないですが、ね。撮影とかでね。確かにね。どうしても仕方ないんですけど。うん、あとね、まあ、今回特別編ってお話ししましたけども、もう一つ、はい、我々が兄、先輩の河野さんがやっている河野バイクにもね、出演させていただきまして、まあ、そこではこうちょっとね、いろんなお話をしてたんですけども、ちょっとこっちはこっちでこう、タイアップでもないか。クロスオーバー。クロスオーバー。はい。世界線が交わったっていうところで、うん、ね、ちょっと面白い企画をやっていきたいなと思ってますので。ちょっと両方チェックしていただければ幸いかなと思いますので。じゃあ早速ね、話したいこといっぱいありますので、はい、タイトルコールいっちゃいますか。お願いいたします。はい。じゃあ行きます。はい、ガモーガモー、まあ、その、プレス目線、バッコカリ。さあ、始まりました。ガンボー松尾のプレス目線、カッコ仮。この企画は、新人プレスである、いわばカッコ仮のような、存在の我々二人の目線から様々なことを語り尽くす企画ですと。あざす。はい。まあ、先ほどちょっとオープニングの方でもお伝えしたんですけども、河野が行くに出させていただいて、そこではね、僕、カジュアル担当、まっちゃんドレス担当なので、まあ、それぞれのちょっと気になるとか、一押しアイテムみたいなところを、まあ、ご紹介してるのかなっていうところになるんですけども、ちょっと今回はね、趣向を変えましてプレス目線企画ということで、もともとはカジュアルドレス出身なので、僕が気になるドレスアイテム、で、マッチャが気になるカジュアルアイテムっていうところで、まあ、ざっくばらんというか、お話できればなというふうに思ってます。はい、声枯れてる。ありがとう。なんでやろうね、急にね。頑張った証拠です。ありがとうございます。はい。じゃあ、どっちから行きますか？そうですね。はい。なんか、先言いたいとかある？ああ、でも、どっちでも。あ、本当？はい。じゃあ、これ。はい。じゃあ、喉ちょっと温存しておきます。そうです。はい。お願いします。全然元気な自分から行かせてもらいます。はい。お願いします。元気よく。はい。松尾的気になったカジュアルアイテム。はい。まあ、もともと、まあ、僕、カジュアルの出身で店頭立てたことがあったんで。うん、はい。それでもなんかポリシーみたいなのが正直あったんですよ。おお、ポリシー、いいの聞けそう。なんか、一枚着とか、はい、単調なコーディネートが好きじゃない。はい。それはあれじゃないですか。ファンタジスタ系？ファンタジスタ。あ、重ね着のファンタジスタ。うまく勝てるべしくんね。あ、内緒です。あ、まあ、確かにそうだね。ワンちゃんの T シャツ一枚とか、なんか、アケフムニット一枚とか、あんま見たことないかもね。なんか、あ、コンプレックス。他ではないんですけど、なんかどうしてもなんかその物寂しいのが嫌って思って、うん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 、なんか重ねに重ねた結果でっていう、そうす、なんかファンタジスタになっちゃった、ファンタジスタになっちゃった、多少ですけど、通称か、通称っすね、はい、通称も恥ずかしいです、まあでもなんかそういう経緯があって、はいはいはい、まあ、その中で絶対ジャケットだったり羽織はもうマスク必要ってのあった、確かに何かしら羽織ってるよね、でインナーのアイテムはなんか、うん。洋服買うときも基準的には後ろ倒しというか。まあ、まずまあ、アウターというか一番上に来るものが。まあ、目立つものが欲しいなと。で、その中で見つけたのが、何回やっても出てこない。何ですか？はい。連想ゲームかな。あ、はい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 。あの、あれって、フスト姫の。フスト姫の。はい。難しいブランドなんですけどね、名前、呼び方。あれ、新規ブランド、ね、新規ブランドです。はい。なんか、ペスであるんで、なんか、昔やってたみたいなのも聞きましたけど、まあ、僕らが知る限りはもう新しく見た、新規という扱いでいいんじゃないでしょうか。なるほど。はい。なんか、その、ディテールも今日自分が着てるようなジャケットに近い感じで、うん、ツイードで、はい。なんか、4つボタン。ね、珍しいよね。あの、シングルの形で4つボタンですよね。そう。で、うん、結構なんか、襟を立てて着れそうな、うん、でも、トップボタンがいっぱい、はい。なんか謎見えた感じで。
着丈もね、ジャケット以上、コート未満みたいな。ほんとちょうど間の、はい、あの、感じのディテールですかね、長さ。そういうのもいいっすね。うん。本当に。なんか、シンプルになんか着たいなって思って、うん、思わせてくれたアイテムだって、うんうんうん、なんかそのレイヤードすごい好きだけど、はい、割となんかシンプルに着たい時もすごいある、うん、っていう時に着てみたいなっていうアイテムでした。確かにまたプラスツイードのイメージもちょっとあるかな。なんかウールの中では比較的こう、堅牢なというかしっかりした生地感、うん、なんかマッチャのイメージあるので。結構どうしてもなんか、やぼったいアイテムというか、土臭いものがすごい好きだったりするので、うんうん、まあ、なんか、自然と、はい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 。なんか身につけたいアイテムかなと思う。色とかも絞って、なんか、色とか、ことがあるかな。この色に近いやつがあったと思う。ああ、まあ同じようなもの。まあでも形全然違うからね。ただなんかそのカジュアル的な合わせで言うと、うん、なんか、爪奴隷みたいな、はいはいはい、上品なニットに合わせて、はい、で、リーバイスの、まあ、517ぐらいかな、ちょっとフレア。フレアっぽい感じの、はい、なんか、ワンクッションぐらいになって、はい、なんか、ローファーで合わせたいなっていう感じの、うん、すごいシンプルな。はいはいはい。結構多分、そういう洋服好きの方だったらハマっていただけるかなと思うんですけど。さすがにこれにレイヤードはない。ない。ないないファンタジスタってそういうことじゃない。いや、でも、はい。極めたらそうなるかもしれない。そうなんかな。どっちなんやろな。ファンタジスタからそれていくんかな、それって。いやむしろなんかもう、なんか方向性。まあ、サイジング的に無理や、現実的に。まあでもすごいかっこいい。似合いそうやしね。ああ、ありがとうございます。うん。だからマッチョ、まあ、コートのイメージもあるけど、あれぐらいの丈ってやっぱ、うん、我々の体型的にもというか、結構似合う。あ、そうですね。比較的、まあ、あと電車のあり座りとかもそうやし、うん、めちゃくちゃいいです。合わせもすごい、マッチョっぽいなと思いました。言い残したことないですか？おぞっ。おぞっ、そう、ないそうで。はい、言い残したかどうかを聞きましたけど。ごめんなさい。はい。はい、じゃあ、私が持ってき気になったドレスアイテム。はい、まあ、僕も言って、抹茶の逆かなでもなんか、言われてみると。うん、僕も、まあ、カジュアルの今担当していて、うん、あと、まあ、お店動向って、まあ、カテゴリー動向っていうよりも、どっちかっていうと、こう、デスクワークとかも多くなったので、そうですね。基本的になんかこういうニット1枚とか、うん、逆にマッチャーと違ってシャツ1枚とか、うん、T シャツ1枚も、まあ、脱いだらそんな状態になるっていうことも結構多くて、うん、まあ、っていう時に僕は結構パンツ、マッチャーとトップスだったけど、しかも一番上に来るとかだったけど、僕も逆にパンツが気になってて、ちょっと春夏も購入させていただいたんです。あ、じゃ去年の秋冬だ。はい。購入させていただいたんですけど、同じブランドでフミヤ平野の、はい。ちょっと素材とか形は決めてないんですが、なんかグレー系が欲しいかなと、秋冬生地で思ってます。今回結構型数多いんで、ね。かなりドレスバイヤーおすすめのパンツになってます。うん、めちゃくちゃ形も良くて、なんかすごく僕的にはビタッときたかなという感じですね。確かになんか、まあ、自分はやっぱ上が大事とは言ったんですけど、うん、割とパンツも大事なんだなってドレスやっててすごい思ったっすね。ね、うんうんうん、特に一番なんかトレンド性が逆に言うと現れる。まあ、そうそうそう、ドレスの場合ね、割とジャケットにパンツとかっていう組み合わせは基本的に変わらないので、うん、このディテールがどんどん変わっていくっていう感じなので、うん、なんか僕も結構インコテックスとか入ってて、はいはい、で、まあザンスとかボレリ、うちでやってる、ここまで言うとボレリを。はい、で、なんかこう、フィギュアで今また新しいな、みたいな感覚。僕も結構、あんまり逆にしてこなかったんですけど、シャディードッグのセーター、まあ、今季、まあ、またも大好物だと思うんですけど、うん、僕、カジュアルでも結構数をたくさんやってて、色バリエーションも非常に多い、うん、ハーレーとかやってるので、なんかそれに、これもマッチャンジュに近いですね。ジャケット以上コート未満みたいな、まあ、レザーシリーズが結構、多いですよね、今年充実しているので、うん、なんかそういうアイテムと合わせて、まあブーツなのか、革靴なのか、僕もやっぱ革靴ですかね、イメージは。うん、で、合わせるみたいなのが格好はいいんじゃないかなと、思いますね。間違いない。うん。ガモちゃんも結構その、サンプル、まあ内覧会に向けて準備が進んでいくにあたって、はい、結構、バッて来た時に、はい、一番すぐパンツに蹴ると。はい。サボってるわけじゃないんですよ。リサーチでございます。リサーチですね。はい。こうやってまじました、ね。はい。お店のスタッフの方が入ってきたものを一番に着るのと同じです。同じです。はい。危ない危ない。楽しんではいますけどね。それがすごいわかる。パンツは好きですね、アイテムとしても。やし、なんか、うん、もうプレスの特権といいますか、うん、なんかそういう、一足早くその商品を見れるっていうのも、ね、結構特権じゃないですか。逆に言うともう先にもう、の計算機が。
ボーンってなってしまって。何買おう何買おうみたいな。ね。もう、また暑いなって言って半袖着てんのにね、秋冬もこうわっと漁って言っても楽しみでもありますけど ね。うん。言い残したことはないですか？いつもこれでいきます。言い残したこと言い残したことはない。いつもなんか言い残してそうに見える。いやいや、全然全然。なんか、癖やね、こっちの。あ、うん。大丈夫です。大丈夫ですか？はい。じゃあまあ、ある程度伝わったかなと思いますので。お楽しみにってことで。はい。まあで、ちょっと、この他のアイテムとかは随時、お互いのインスタであったりとか、まあなんか、何かしらの形でね、発信していきたいなとは思ってますので、ご紹介いたします。はい。形にしてもらえばと思います。お願いします。はい。じゃあまた閉めちゃって。閉めちゃって。はい。どうぞ。はい。ということで、はい。ガム松尾のプレス目線カッコ仮、今回の動画はここまでです。皆さんの目線でのコメントもぜひお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。次回またお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。